北野しおりのリアルドライ。皆さんこんにちは、北野しおりです。こんにちは、佐藤美久です。さて始まっちゃいました。始まっちゃいました。2人とも緊張しておりますが北野しおりのリアルドライ、この番組は人気コスプレイヤー北野しおりちゃんと私女優でタレントの佐藤美久の2人がコスプレという見た目、いわゆる視覚に訴えていくものをあえてラジオという皆さんのお耳聴覚に訴えていこうと企画された番組です。なるほど。はい、果たしてどんな感じになるのか正直不安と楽しみではありますが、この番組を皆さんと一緒に育てていけたらなと考えておりますので、どうか末永く見守っていただければと思います。よろしくお願いします。はい、それではまずはじめに私たち2人の自己紹介をさせていただきたいと思います。まずはしおりちゃんからお願いします。はい、皆さん改めまして北野しおりです。普段は大学に通って服飾の勉強をしながら、お休みの日にセリナという名前でコスプレをしています。はい、コスプレの写真はツイッターとかに上げてるんですけど、そのツイッターアカウントがアットマーク SHIORIN523、 もう一度言います、アットマーク SHIORIN523。 簡単に言うとしおりん523、523誕生日なんですけど、そう、それで調べてもらえればツイッターとあとインスタもやってるので、同じアルファベット、同じあれでアカウントですね。アカウント、そう、はい、同じアカウント名でやってるので、よかったらそちらも見てください。よろしくお願いします。はい、皆さん佐藤美久です。普段は女優としていろいろな映画やドラマに参加出演させていただいたり、ラジオパーソナリティとしてここ市川うらら FM さんで毎月第2第4金曜日夕方6時から佐藤美久の女優道という番組でお話しさせていただいたり、しおりちゃんのレベルとは全く違うんですが、ネット放送でピンクのウィッグに青の丸眼鏡でカタカナ佐藤美久で扮してゲーム配信番組も毎月第1第3金曜日夜11時から担当させていただいております。私の情報は公式ブログやツイッターなどをチェックしてみてください。こんな2人がこの番組を通してコスプレはもちろんのこと、いろいろなジャンルにリアルに、そしてドライにチャレンジしていきたいと思っておりますので、どうか皆さんよろしくお願いします。それではまず最初のコーナーはイベントオブマンスリーのコーナー。イエーイ。このコーナーは毎月東京や千葉など基本関東圏で開催されている代表的なコスプレイベントなどのご紹介や、各イベントの特徴やセールスポイントなどについてリサーチャーさんの独断と偏見による情報もフォローしていくコーナーです。ではまず一つ目のイベントはですね、11月3日土曜日と11月4日日曜日、海浜幕張公園、コスプレシーブロック、こちらはですね女性レイヤーさん限定で、カメラマンは、男性は OK ということです。そして2つ目が11月10日土曜日、11月の11日日曜日がですね、JCF ジャパンコスプレフェスティバル豊島園。そして3つ目が11月10日土曜日、11月18日日曜日、埼玉県行田市第4回紅葉フェス。そして4つ目が11月25日日曜日にお台場東京国際交流館プラザコスプレ博 in プラザ平成という、今回4つご紹介させていただきましたけれども、この中でしおりちゃん行ったことあるイベントってありますか？行ったことはないんですけど、はい、11月25日のプラザ平成のコスプレ博は知ってて、なんで知ってるかっていうと、これ年に何回かやってるんですけど、なんか桜の時期とかに行くと、にもやってて、その時期行くとすっごい桜咲いてて、で外で結構撮れるので、じゃあ結構学園もののアニメとか結構いいかもしれないですね。そうそうそう、まあ、しおりちゃんはここの11月25日が気になるということで。そうですね、まあ、桜咲いてないんですけど。そうそうですね。まあ他にも小規模のものを合わせると、まあ、各土日に
5個から10個くらい、開催されているようなんですけれども、そういったものは仲間内で約束していくことが多かったり、単独カメラマンの参加が不可だったり、人気企画で予約争奪戦みたいになっていたりするため、煩雑になってしまうかと思い割愛させていただいております。はい、また今回ご紹介させていただきました個々のイベントにつきましては、各々、ホームページなどがございますので、こちらを参考にしていただければと思います。以上です。しゅりちゃん、こういったイベントにこう初めて参加する際のなんかワンポイントアドバイスとかありますか？出る側の場合なんですけど、好きなアニメの漫画、好きなアニメ漫画の衣装を買うと思うんですけど、ドン・キホーテとか普通の量販店、小売店で売ってないので、やっぱアマゾンとか楽天とかの通販サイトで1万円前後で買えるので、やっぱ最初は自分で作ったりとかもできるんですけど、やっぱそういうところで探して買うのが一番手頃だし、焦らないし、ちゃんと綺麗な衣装を着れるのでいいと思います。初心者の方には初心者からいけることですね。ウィッグとかも買えるのでおすすめです。はい、でこういったイベントとは別に、はい、あ、ちょっとリサーチャーさんから今後のリサーチについて一言あるそうなのでご紹介させていただきます。はいはい、こういったイベントとは別に、コスプレダンスパーティーというイベントもちらほらあり、こちらは撮影よりもダンスがメインのイベントです。それについてはまだ参加したことがないため、その情報も今後出していく場合には調査しに行っていきます。すごいとのことでした。知ってます？コスプレダンスパーティー。なんかそのダンパって言うんですけど、ダンパ、ダンパに行くのが大好きみたいな人もいますね。この人しかもなんかコスプレより踊る方みたいな。そう、コスプレしてアニソンとかで踊るみたいな。うーん、コスプレしながら、で、だいたい夜から朝までやってて、みんなそこで夜を明かしてるなみたいな、みんな元気だなみたいな。なるほど、いつも思ってます。ぜひ皆さん行ってみていただければなと思います。以上、イベントオブマンスリーのコーナーでした。続いてのコーナーはレイヤーの楽屋覗いてみたってよコーナー。人気コスプレイヤーの北野しおりちゃんが普段体験したり見聞きしている、いわゆるレイヤーさんの楽屋での様子や苦労、困ったイベント、参加者などの実態について、夢を売る世界の現実について、実はを交えてまさにドライに説明してくれるコーナーです。なるほど。さて早速ですが、コスプレイヤー、略してレイヤーとしていろいろなイベントに参加していらっしゃいますが、ラジオを聞きの方はおそらくコスプレイベントそのものを全く知らないという方も多いかと思いますので、まずはコスプレイベントのカテゴリー、いわゆる分類からご説明いただきたいと思います。しおりちゃん、お願いします。はい、皆さんが考えてるコスプレって、多分イベントが多く、多分みんなイベントのことを指してると思うんですね。コミックマーケットとか、あと、いろんなところでやってるんですけど、はい、でそれ以外にもそのお金取ってやる商業的な撮影会と、あとカメラマンさんとレイヤーが個人同士で約束してスタジオとかロケ行ったりする個人撮影っていうのがあって、大まかに分けるとその3つですね。なるほど。でそれでは撮影会と個人撮影についての話はまた改めてということで、はい、コーナータイトルにもありますレイヤーの楽屋とは、イベントの楽屋に限定してまずはいろいろお話ししていただきたいなと思います。なるほど。で先ほどね、あのイベントの、詳細ね、お話しさせていただきましたけれども、イベントはだいたい何時から何時までのものが多いんですか？だいたいなんかもう公務員と同じ、公務員さんと同じで、あ、はい、9時5時とか。あ、なるほどなるほど。多いですね。9時から17時、あ、なるほど。まあ6時とか7時とかまでやってるところもあるんですけど、まあだいたいその普通の時間に終わるかなみたいな。夕方ぐらいまで。そうですね。ですかね。なるほど。なんかその、参加するための例えば費用とかはどれくらいが大体かかるかな。まあ大体1500円から。ああ。でも高いところだと3000円とか。結構幅が。そう、幅あるんですよ。ね、でレイヤーとカメラマンでも値段違うところもあるし。結構バラバラかもしれないです。そうなんだね。この、レイヤーさんともちろんカメラマンさんもおそらく参加すると思うんだけれども、そのみんな一律というか、値段は一緒になるのか。あ、一緒、大体一緒なんだけど、カメラマンさんの方が高いイベントもある。あ、
なぜか、それなぜかっていうのは分かんない感じ。分かんないかも。でもカメラマンさんの人数多すぎてそれを制限する目的もあるのかな。あ、うん、なるほど。レイヤーよりカメラマンの方が多いことが多い。多い、多い、多い。それはちょっと初耳です。そう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 、私なんかレイヤーさんがすごいいっぱいいてるイメージでしたね、うん、私は。まあでもカメラマンもそのスマホで撮る、うんうん、そのプチカメラマンとか記念撮影っぽい人もいれば、そう観光客みたいな、しっかりなんか一眼レフとか持ってなんか撮る人もいるから。なるほど、うん、なんか平たくカメラマンってくくりだけど、うん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 、そうそのレベルがあるから、やっぱ人数も多いし。そうなんだ。じゃあ、うん、その、ま、参加するにあたって、うん、例えばあの予約をしなければいけないとか、うんうん、例えば同日でもいいよっていうイベントもあったりするのかな。イベントは基本的に全然当日でもよくって、でもなんかコンビニとかで前売りチケット買えることがあって。コンビニで買えるんだ。そう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 、200円ぐらい安かったりとかするから。そう余裕あれば。でもなんかレイヤーって基本的になんかその当日ってか慌ただしいっていうか準備に結構ギリギリまで。そうギリギリだから、まあ大体みんな当日券買ってるんじゃないかな。そう、うん、やっぱり予約するのと当日ではちょっと値段が変わってきたりとかはする、うん、あとなんか券買うために並ばなくていいみたいな。あ、なるほどね。そうそうそう、その分ゆっくり準備できるよっていうこと。そうそうそう、ただ大体のレイヤーさんは、うん、あの結構ギリギリの方が多い。そうそうそう。なるほど。そう、なんかレイヤーね、あんま余裕ある人いないから。みんなそう時間と衣装作りとかに追われてるから。あ、シュリちゃんはどっちですか。まあ私はまあ追われてる。夏休みの宿題最後にやるタイプみたいな。あ、なるほど。前の日の夜中に、うんうんうん、あ終わってないなって思いながら、はい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 、まあ、ちょっとため息つくみたいな。寝ようかな、諦めようかなみたいな。明日やろうかなとか。明日行くのやめたいなとかなっちゃうタイプ。行くけどね、行くけど。なるほど。まあ、そのまあイベントで、うん、例えばこういろんなまあコスプレコスチュームっていうのかな、うんうん、っていうのは例えばこうイベントによってこう数の制限みたいなのってあるの、うん、あ、ない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 。全然1日に2着やる人もいるし、うん、そうそう。じゃあ10着とか持ってってもいいってこと。持ってっても持ってくのは自由だと思う。ただそんなにやる人いないかな。なんか準備って結構時間かかるし、あ、はい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 、更衣室行くのって結構めんどくさいから荷物取って、多くても2-3ぐらいかな、あ、やってるのは。現実的に考えると。シュリちゃん多くてどれぐらい持ってたんですか。私は友達と2着とか持ってくけど、うんうんうん、なんかやっぱ途中ね、うん、もういっかってなって、そう、もう1着で諦めることも多い。妥協しちゃう。妥協しちゃう。そう、なんか着替えってなんか知らないけど体力使うんだよね。あ、でも確かに普段の着替えよりかは確実に大変なイメージはあります、ね、あとウィッグ、ズラを変えないといけないみたいな。あ、キャラによってね。そう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 、同じ髪の色なんだね。あ、そうそう、同じだったらいいんだけど、やりやすいけどっていう。そうそう、なるほど。やっぱすごい、やっぱ大変な部分がかなり多いなっていう。そうだね。なんか普通の服着替える時すごい楽だなって思うもん。うんうん、終わって衣装脱いで、あ、自分の私服に戻る時があってことね。そうそう、私服って楽だなみたいな。びっくりしちゃう。びっくりしすぎてもうね、座り込んじゃう。うん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 。でも今ちょっと着替えの話がちょっと出ましたけれども、うんうん、あの着替えっていうのは確実にこうイベントでは、うん、更衣室っていうのかな、うん、っていうのはあるのか。あ、ある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 。あ、絶対ある、絶対ある。確実に、うん、大きい会議室みたいなところを着替えるとこにしたりとか、うんうんうん、あるある。なるほど。ないとね、犯罪が起きちゃうから、あの、あ、そう、公然わいせつになっちゃうから。あ、そうそう、その場で着替えるってなるのね。その場で着替えるのはちょっとダメだから。なるほどね。そう、そりゃそうだよね。そりゃそう、そりゃそう。じゃあ、まあ、例えばそのかなり荷物持っていくと思うんだけれども、うんうんうん、そのなんか預ける場所みたいなのがある、うんうん、あるあるある。なんかみんな大体キャリーケースに荷物とか衣装メイク道具。そうだね、結構私も何かっていうか、例えば東京ドームのところとか、そうそうそう、だいぶゴロゴロゴロって持ってるコロコロが多いかなって思う。だからなんかクロークは別で預ける。それはクロークっていうの。クロークっていうし、なんか別料金かかるとこもある。500円とか、あー、参加料とは別にクローク代として500円かかる場合もある。そうそう、クローク代死んでも払いたくないみたいな人はあの、そう、キャリーケースずっとゴロ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 引いて頑張ってる。キャリーとともに。そうすごい。そうか、それはでもまたどっちの方が
楽かな。やっぱ預けてもらった方が楽な。でも預けないと預けないで、うんうん、着替える時にクローク寄らなくていい、うんうん、あのクロークっていろんな人の荷物あるから探さないといけなくて、探して、あでもないこうでもないってやつだよね。そうそう、そういう意味では楽かも。あ、撮影してなら置いとけるしね。あ、自分のそばに置けるからね。そう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 、何かあってもっていう。そうそう、あそうか。そクロークっていうのは更衣室とは別で、うん、なんかこうどこのイベントにもあるの。ある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 、更衣室と別だね。それはまたでも別料金かかるイベントもあるし、そうそう、込みのところもある。あるある。なるほど。そうね、初めて知りました。みんななんかいつも荷物どうしてんだろうっていうのが、やっぱ大きい道具とか、はいはい、武器なりなんなり、剣と武器とか。しおりちゃんは結構武器とかは多いですか？武器多い多い、うん、なんか女の子が、可愛い女の子のキャラクターが武器持ってるの好きだから、あなんか強い感じの、そうそういいと思う。なるほど。じゃ武器って家から持ってくるとき、うん、どうやって持ってくるの？え、なんかなんだろう、刀とか今流行ってるから持ってる人いるんだけど、うんうん、あれそのまま持ってくると銃刀法違う。そうそうだよね、ちょっと危ないブーだから私はなんかマフラーとか布で適当に包んでキャリーに刺してた。そう、刺して持ってくみたいな。なるほど、ね、そうそうそう、なんかね、みんなになんだこれって目で見られるけど。そうだよね、電車乗ってたらね。そう、でも逆にそれ持ってる人うんうん、うん、駅とかで見かけると、あ、レイヤーかな、うん、同じだなって、どこ行くのかなみたいな、会費ばかり行くのかなみたいな。あ、なるほど。そう、なんとなくすっぴんだし大体みたいな。あ、そうなんだ。そうそうそう。へえ、じゃあその、ま、うん、例えば更衣室で、うん、なんかこう持ってってはいけないものっていうのはある？持ってってはいけないものっていうのはないんだけど、うんうんうん、あの携帯電話出しちゃいけないかも。なるほど。こういうなんか盗撮とか、そう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 、そういうことにつながってきちゃう、ね、そう、注意されちゃうから。で例えばこう更衣室の中で、うん、わあの人とかっこいいとか、あの人と撮ってみたいってなった時に、うん、すぐは撮れないってことだよね、うん、あ、ダメダメダメ、絶対ダメ。ちゃんとこう外に出てから、うん、そうそう、お願いしてお声かけするみたいな。そうか、そうじゃない。それ以外とかあります？携帯以外にも。え、それ以外ってないかも。飲食とかも OK ですか？飲食は場所によるけど、でも水分補給ぐらいはいいと思う。死んじゃうから。じゃあその場でなんかおにぎり食べるとかはちょっと微妙かなって、はいはい、まあ、マナーとしてやんない方がいいかなみたいな。お弁当とかさ、お弁当の匂いするじゃん。ああ、そっかそっか、こいつお弁当食ってんなみたいな。そっか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 うん、なるほどね。あ、じゃあ携帯はもう必ずしまっとく。そう、しまっとく。キャラがどういう感じであろうとか、はいはい、こう確認するのもアウトってことかな。そうそう、なんかね、確認したいからスマホ出したくなっちゃう。このキャラクター髪の毛向きどっちだっけってスマホで見たくなっちゃうんだけど、うんうんうん、それも出しちゃいけないから。あ、なるほど、ね、まあ、プリントアウトするとかがいいんじゃないかな。へー、勉強になるね他の人、普通の日に来てたら分かんないことだもんね、うん、ではね、あの皆さんいかがだったでしょうか、でしょうか、いかがだったでしょうか、このコーナー、そして先ほどのイベントオブマンスリーの情報も参考にしていただきながら、ぜひ一度はまずはイベントに参加してみてはいかがでしょうか。では続きまして、乙女ロードナウのコーナーです。イエーイ。改めまして、現在放送中の北野しおりのリアルドライ、担当は北野しおりと佐藤美久でお送りしております。イエイ。さて続いてのコーナーは乙女ロードナウ。このコーナーは私佐藤美久がサブカルチャー、特に腐女子を中心としたアニメオタクの聖地と呼ばれる東京池袋乙女ロードのトレンドについて勝手に潜入し、その様子や変遷について毎月リポートしていくというコーナーです。そもそも乙女ロードという場所は池袋のサンシャイン60の西側の通りのことを言い、お店のほとんどは中古品を扱うお店が多いです。お店ごとに同人誌やアイドル系アニメ、スポーツアニメ、 2.5 次元舞台などのグッズ、 DVD、CD とジャンル別に分かれているので、自分のそう好きなキャラクターを探しやすいかと思います。今回は久しぶりに私もですね、乙女ロードに行かせていただきました、学生時代は結構行っていたんですけれども、まず店舗数が
以前より多くなったのかなというふうに感じました。へ、うん、いざいろんなお店に入って多いなと思ったグッズはラバーストラップや缶バッジ、うん、キーホルダーですね。わかるわかる、うん、その中でも刀剣乱舞やアンサンブルスターズがかなり多く、それに比例して 2.5 次元舞台グッズも多かったです。なのでもともと原作の人気がある作品ですと 2.5 次元舞台によってさらに人気が出るんだなというふうに改めて感じました。はい、また同人誌や BL ボーイズラブを扱う店舗でもフロアの一角が刀剣乱舞のコーナーになっていてとても驚きました。その後アニメイト池袋本店さんに行かせていただき、店舗入り口には11月28日発売予定の文豪ストレイドッグデッドアップルの宣伝ポスターが大きく貼られていました。そして行かれた方はお分かりかと思いますが、入り口前に、アニメイトカフェキッチンカーがあり、いろんなアニメとコラボしております。キッチンカー限定 の食べ物やドリンク、グッズなども販売しておりますので、ぜひ検索してみていただければなと思います。なるほど。私も昔ね、うん、なんかアンサンブルスターズとかアイナナの、アイナナ、そう、あのキッチンカーでドリンクとかさ飲むとコースターとかカンバスとかついてくる、あれって選べないから、そう、もう自分が欲しいの何でもだから、ね、永遠に出るまで飲み続けなきゃいけないみたいな。そうなんです。冷や汗止まんない、油汗止まんないみたいな。そうなんですよ。なので引き続きね、私も調査をね、勝手ながらに調査していきたいなというふうに思います。はい、以上オドメロードナウのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングに近づいてまいりました。はい、今回から始まりました北野しおりのリアルドライ、皆様いかがだったでしょうか。とりあえずこんな感じでガールズトーク的にコスプレイヤーさんの世界をいろいろな観点からご紹介していただき、していきたいというふうに思っておりますので、いいね、皆様お楽しみに。ということで、しおりちゃん、ラジオ初体験はいかがでしたか。なんか私結構なんか喋ると思うんですけど、うんうん、ラジオのリスナーさんっていう、その顔の見えない相手と会話じゃないけど、その顔の見えない相手に話しかけるのってすごい難しいし、うん、なんかどこ見たらいいか分かんないし、うん、相手の反応も見れないから、うんうんうん、なんかふわふわしました。でもすごい楽しかった、ね、よかった、よかった、それは嬉しいです。私も本当、今後もじゃあ2人でね、うん、頑張って頑張ろう、はい、頑張っていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたしま す。北野しおりのリアルドライは来月から月2回の放送で、毎月第2、第4日曜日お昼12時からの放送です。昼ご飯食べながらね、そうですね、そうですね、ぜひ聞いていただければなと思います。で、我々2人の活動はですね、ツイッターやブログなどを検索していただければと思います。そしてこの番組をお聞きの皆様のご感想、ご意見もどんどんお待ちいたしておりますので、待ってます。はい、こちらのアドレスまでメールお願いいたします。メールアドレス info@plus-vox.com、info@plus-vox.com、 北野しおりのリアルドライまでお願いいたします。お願いします。それではまた来月お耳にかかりましょう。皆様のお相手は私北野しおりと佐藤美久でした。ではまたお耳にかかりましょう。